フラットはあのナムル決まった。あだす。なにのお子さん。こんにちはです。仕事やってんだべ。仕事中に何？あ、始まったからちょっとポチってポチっとくかみたいな。あ？カッツン、あよ、いらっしゃい。カッツン、ありがとう、マーロン。決まった。あらす。ありがとうございます。あっという間に正月も終わった。うん。そんなもんだよ。マジで。でも、俺にとっての正月は、まあ、若干で言うと終わってないんだよ。東海物が終わってからだから。うん。この辺はね。大阪は、南っていうか。うん。江部さん終わって、やっと終わりって感じ。うん。そうそう。だから、あれでしょ？神戸もそうでしょ？神戸っていうか。うん。人の出が違うもん。うん。まあ確かに、住吉大社とかも、すごい人出はあるけど、うん。90、11、だから今日からだよ。うん。俺今日どうしようかなと思ってよ。天気悪くねえし、うん。パラパラ行ってこようかなと。去年よ、俺見っけたよ。出店が一軒あんだけど、そこのよ、串焼きがうまかったんだよ。あれまたやってっからあのあんちゃん。若いあんちゃんやってんだけどよ。いつも今宮だ。だってすぐそこだもん。キャリで5分ぐらいだぜ。マッハで行けばな。安全に漕いで。まあ、ジップはかかんねえな。何の串？牛、牛。うん。牛タンの串とかさ、辛みとかあんだけど、うまかった。しかも俺タレじゃなくて塩で食ったんだけど、塩でうまかったんだよ。ああ、お餅はもう食いすぎるぐらい食ったっておめえ、俺は。ああ。いや。うん。で、だそれ一軒しかなかったんだよ。いろんなとこ見て回ったけど。あのさ、かぶるさ、敵屋ってあるじゃん。だけど、ないの。もうそこ一軒だけだったから。うん。ベビーカステラとかさ、何軒もやったりとか、ああいうのってあんじゃん。いや、でも、去年見たとき、そこ一軒しかなかったから、今年まあ、場所はもう必ず決まってるはずなんだよ。あのね、コンビニあるの知ってる？縦の通り、南海沿いの。あのコンビニよりちょい先の、右っかし、バナナかなんか売ってるところの3軒ぐらい先だよ。ああ。背びれだかあんだろ？な。今宮恵比寿に向かっていく途中、参道のところ。記憶力いいって。あの、まあ、また豆知だけど、これ何回も言ってるけど、なんで、ね、道頓堀の、ね、みんながさ、パータローが飛び込むあそこを恵比寿橋っていうかって言ったら、あれは今宮恵比寿神社への参道の入り口だからだよ。よく考えてみ。あの橋を渡って、で、まーっすぐ歩いてきゃ、今宮恵比寿行くだろ、っつうの。参道になってんだよ。うん。だから、恵比寿橋だ。だから、
みこしが出たりするのも道頓堀回るだろ。うん、知らんかった。だ道頓堀だってめあれだよ、もともとは堀川っていう川だったの、おめ道頓さんっていうのが整備し直したから道頓堀川になったんだし、震災橋だってお前震災さんっていう人が橋かけたから震災橋になったんだしな。あいろいろ言われがあんだよ、引っ掛け橋のことですね。まあまあ今俺の年代で引っ掛け橋とかあんま言わねえな。若いあんちゃんなんかまだ言うのかよそんなこと。ああもともとは堀川だったんだ。で道頓さんがさらに整備したんだよ堀川を。で道頓堀川になった。いや大阪人じゃねえよ、違うんだよ。部外者だからこそ興味があるんだよ。変な名前ついてんなとかさ、うん、そうだろ。なんだって地元の人だったら何の気なしに使うこともさ、よそから来るとさちょっと興味あんじゃん。ああ、もうくだらねえ話だけど、なんで大阪駅なのに梅田なのみたいな、みたいな、何あれって結局埋め立てたから梅田なんじゃねえかよみたいな。そうあのもうすっちゃそれだけかいみたいな。ああ、そうだよ、埋め立てたから梅田なんだよあそこ。ああ、俺もさ、なんでさ大阪駅があんのにさ北あ梅田とかさ東梅田とかさ、なんか梅田の駅がいっぱい乱立してっけどさ、あのなんで大阪ってつけねえのかなと思ったの。ああ、そう梅立てだとあの字面悪いから梅にしたんだよな。そう松竹梅の梅にしたんだよ。難波はね、もともと難波っていうのはもっと北にあって、難波っていうのは辞書でも調べりゃ、広辞苑かなんかで調べりゃ分かるけど、もともと魚市場のことを指す言葉なの。で実際に魚市場があったんだよ難波っていうのが。そっから由来してんだよ。うん、調べてみ、難波はお魚市場の流れだからそういう名前がついたのは。だから川が集中してんだろ。ああ、ましてやあの商店がいっぱいあるだろ。だからそういうところが商売に使うのに、あの要するに市場がねえとダメなわけだ。うん、いや別に調べてとかっていうわけじゃねえんだよ。天皇氏、あ天皇寺だっておめえ日本で一番最初にあれじゃねえかよ、お寺とおめえあの神社一緒にくっつけちゃったのお前天王寺じゃねえかよなあ。あそこが一番古いんだからなあ。日本で一番古い、それ初耳。ああ、
そらくそうだと思うよ。俺の記憶が間違ってなければ。うん、だから鳥居があるのにお寺もあるんだよ。うん、やそがにいらっしゃい。ただ飲んだくれじじいだけどね。うな、時計買ったでしょ。いや、これ前から持ってるよ。うん、これ俺のこれピーコー時計な。うん、